皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は強力ヤクルト打線でリアタイやっていきたいなと思います。まあ、今回はねヤクルト純正ではありません。まだね純正は組めてないんですけど、まあ、とりあえずねスタメンだけならヤクルトの選手で組むことができたので、スタメンだけヤクルトの選手でやっていきます。去年ぐらいからずっと使ってみたかった正美選手がねアニバーサリーで引けたので、今回ねこの打線組むことができてます。かなり能力上がりましたね。ミート走力ね A ドッジ狙えますし、まあ、パワーもね十分高いです。で特殊したらね、センター適正 B にできますし、特能が超広角チャンス回縮延ということで、特能がね本当に強い。まあ、多分3番目ね盗塁がつくと思うんですけど、まあ、盗塁がね縮延になっているんで、まあ、さらに能力が上がりやすくなってます。その他ヤクルトの S ランクはベンチにいる青木選手しか持ってないんですけど、スタメンだけ見ればね十分だと思います。もうちょっとね選手持ってれば、さらにね強化することはできるんですけど、もう今いるメンバーでも十分に戦っていけるので、早速やっていきましょう。それではヤクルト打線でやっていきます。ピッチャーは金田さんです。なんでねヤクルト純正と言わずにヤクルト打線と言っているのかというと、ピッチャーの S ランクがね全然いないんですよ。金田さんと小川選手とあと田口選手しか S ランク持ってないんで、さすがにこれだとまだ純正とは言えないかなということで、まあ、今回はねヤクルト打線と言ってます。まあ、もうちょっと S ランクが集まったら、まあ、堂々とねヤクルト純正と言い張ろうかなと思ってるんで、もうちょっとね時間はかかるかなと思います。あやべえミスった、今タップミス。まあ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 しょうがないしょうがない。杖山内さん、いやーどうしよう、外角、いやー普通に内角でいっか。カーブ見せてストレートで打ち取りたいけど、うーん完璧、なかなか甘い球いっちゃいましたね。よーし OK。 まあ3点取られたけどこの打線なら追いつけるでしょう。さあ塩見選手初使用です。さあ超広角縮延ね、まあ、中弾道とは言ってももう超広角つくだけで結構別人になるんで、いやちょっとかましたいな。いいんじゃない、よーしいきなりツーベースかな、単打か。いやーここ最近の使ってみたというかこの企画で一番テンション上がってる。ずっとねヤクルト打線組んでみたかったんですよね。やっぱヤクルトのいいところは広角持ちが結構多くて、広角アーティストはね、12球団最多なんですよ。雄平さんしっかり今年取れましたし、池山さんも取ったし、で塩見選手当たってねペタジーニも運よく取れたんで、まあ、結構ねヤクルトの風が吹いてますね。さあ3ボール、うーん強気にいこっか、多分フォアボールはないっしょ。よし、さあ1、2塁間抜いて1、2塁。さあアーティストが続きます。池山さん、いやマジちょっと無理してでも池山さん再臨で狙いに行ってよかったわ。池山さんいなかったらね結構変わってたんでねこの打線。まあ、ヤクルト純正で欠かせない、もう一番欠かせないと言っても過言ではない。おっしゃー追いついた、いやさすがですね。そしてここにまだ村上選手も控えてるっていう、ちょっと村上選手ね今年1回も当たってないんでスピ低いんで、スパークのやつ欲しいな。スパークの特能がどうなるかはわからないんですけど、まあ、ちょっとスパークの特能次第では結構取りに行こうかなとは思ってます。まあガチャの内容も分かってないしね。わい、もうこれが広角アーチ、あ入らんか、神宮ならいけるかなと思ったけど、でさらに広角アーチ控えてます。広沢さんです。広沢さんもね去年運よく獲得できてて、まあ、極みにはしてないんですけどね。広沢さんいるのもでかい、いい球やな。さあ 2-2、 ボール球は振りたくない、外野前進なんで。まあ危ねえ、よかったボール球だったけど、まあヒットになればいい。さあ1から5強力ですね。本当は塩見さんねあれなんですよね、現実ではね1番バッター打ってると思うんですけど、主に、まあ、3番とかも打ってる時あるけどね、まあ、主に1番なんですけど、やっぱ得点圏打率いいんでチャンス持ってるんですよ特能で。なんでまあ純正で使う時はまあ逆に下位打線とかの方がいいと思います。まあ、ただねヤクルト純正ガッチガチで組むならギリ塩見さん入んないかもしれない。いやまあ弾道変わったら多分センター塩見さん一強になると思うんですけど、現状はね、まあ、またちょっと後で詳しく話そうかなと思ってるんですけど、まあ、現状はギリ入らないかな。まあ、持ってればね、もういっぱいヤクルトの選手持ってればギリ入んないかな。てか下位打線に山田選手いるのいかついね、ここにいるんだっていう。おっしゃい、
ったでしょう。おー、もうこれは強力ヤクルト打線。さあ、あと1点でコールド、しかもまだノーアウトで、8番に古田さん、あのセンターラインだけだとヤクルト多分12球団で一番強いかな。ちょっと巨人と迷うな。ただやっぱキャッチャー古田さん、セカンド山田選手で、ショート池山さんで、まあやっぱセンターだね。センター本当、それこそ塩見さんが強くなったら12球団トップクラス。今はまだギリ巨人なのかな。いやー、ちょっと迷うね。引っ張ったけどヒットじゃない、抜ける。さあ9番まで回しましたね。さあ9番にバレンティンがいます。はい、わけわかりません。ただ本当にガチガチで組めるなら多分バレンティンもオーダーに入らないんで、まあそうですね、稲葉さんが多分ヤクルト純正必須なんですよ。まあ、稲葉さんいるとちょっと外野が変わってきますね。いやー、バレンティン超えるっしょ。いや強、この打線やば、この打線超楽しい。でさっきのねちょっと続きになるんですけど、まあ、多分稲葉さんがねライト B でラインドライブで、まあ、今の環境多分欠かせないんで、まあ、稲葉さん持ってれば、ライトに稲葉さん置くんですよ。で自分昔稲葉さん当ててるっていうね、残しときゃよかったな。まあ当時はねヤクルト純正やるとか思ってなかったと思うんでミキサーしちゃってたんですけど、まあ、ライト稲葉さんでセンターに雄平さん持っていって、レフトに自分なら広沢さん入れますね。で DH に、まあ、サンタナ入れるなり、まあ、あとはサードに岩村さんもまだ控えてるんで、岩村さん入れて DH に村上さん回すっていうのもありだと思います。まあ、現状は多分ねそんな感じになると思う。あーやべえ、やっちゃった。サンタナがね本当に今強いんで、超広角ラインドライブ、ただ満塁男持ってるんですよね今年のシリーズ。なんでまあ代打で控えてて満塁の時に代打出すとか、そういう使い方でもいいと思う。なんならそっちの方が、まあ、怖いと思うね。まあ、ただ来年のシリーズ1から塩見選手の弾道が高弾道かラインドライブになったらセンター塩見さんでいいと思います。いやー、まあそこだよね結局。まあ中弾道音強いけどね、広角持ってれば。あのスピリーグであの栗原選手で今3試合連続ホームラン打ってるんですけど、本当になんか強さを実感してますね。その広角持ってるだけでやっぱ中弾道でも全然強くなるんだなっていう。よーしよしよし、ボール球振ってくれた。さあここゼロで乗り切れたらでかいし、ここはもうゼロで、切り抜けるよう頑張ろう。あとピッチャーが本当ヤクルトもういないんで中継ぎゼロなんで、よーし打ってくれた、でけー。さあこのヤクルト打線であの最強のねレジェンドを打ち崩します。いやー待って、ミスった。うわうわ、もったいねー。いやーもう今のはシンプルに打ち損じ。いやー超えるかな。あ、やばい、やってる。ちょっとさっきがうまくいきすぎたのは否めないけど、でもさすがにな、やばい、やってるな。ちょっとね見なかったことにしてほしい。ビビるほど金田さんにはまってしまいまして、延長まで行ってしまいました。一応連勝かかってるプラス、まあ普通に負けられないんで、ここからね、頑張って逆転していきます。ちょうど塩見さんに多分回ってくると思うんで、ちょっとここのバレンティン鍵ね。あなんだそのバッティングは。さあ塩見選手全出し、これは勝負してくれるかな、変えないか。でも本当に高級出打で甘い球いこう。よっしゃー、俺が珍しく嫉妬打てたで、嫉妬打てた、嫉妬打ったからにはちょっとホームランにしたかったけど、本音言うと。まあまあでも珍しくね真ん中以外の嫉妬を打つっていうのはね、もう自分的にはありえないんで、確率的には多分 5% ぐらいなんで、今 5% 出ました。なんかめっちゃボールの振っちゃうし、やべえ、あとワンアウトで連勝が終わっちゃう。マジでちょっと頼む、本当池山さん頼む、マジで頼む。うわ、よかった、追いついた。あー緊張した、めちゃめちゃ緊張した。さあここで村神様が決めてくれたらもう最高のエンディング。なるほど、そうですね。
これが1球目。初球わずかに外れてボール。外野が下がってますね。一塁ランナーの生還阻止を優先。よっしゃー、村神様。